今日のバレンチーノの朝ごはんはミルクパンと搾りたてのオレンジジュースです。おいしい。あとこの他にヨーグルトも食べます。ランチは鶏肉のささみとトマトソースのスパゲティです。おやつはいちごとブルーベリーとパンにヤギのチーズを乗せたものです。ヤギのチーズは牛のチーズに比べるとヘルシーなのでヤギのチーズを買うようにしています。ブロッコリーとご飯の混ぜご飯で白身魚のフライとあとかぼちゃのスープです。おいしい。レモンは、レモンその中入れるの？うん、入れてもいい？おいしいな。うん。マグー。今日のバレンチーノの朝ごはんはオートミールとブルーベリーとチアシードです。おいしいな。トマトソースとご飯とパプリカと白身魚のフライです。熱いよ。おいしいな。おやつはいちごとブルーベリーです。おいしい。バレンチーノいちご大好きやもんな。おいしいな。いちご今日はなんか果物の気分じゃなかったみたいですごく残していたのでアップルソースをあげることにしました。おいしい。一気飲みしてるな。うん。今日の夜ご飯はチキンのクリーム煮と玉ねぎとマッシュポテトです。おいしい。今日のバレンチーノの朝ごはんはオートミールとバナナとブルーベリーとヨーグルトです。うん、おいしい。今日のバレンチーノのお昼ごはんはトマトとチキンとパプリカの煮込みとご飯はルドに炊いてもらってその他作り置きしてある野菜のスープを一つあげてもらいます。夜ご飯はもうソースがほとんどなくなってしまいましたが野菜がたくさん入ったトマトソースと豚肉のポピエットです。これは少し大きいのでナイフで切って小さくしてあげる予定です。豚肉のポピエットの中には豚のひき肉が入っていてそれを豚肉で巻いてあるものです。おいしい。ウィ、うん、もっとおいしい。うん、おいしいな。朝はオレンジジュースとバナナと飲みなこれヨーグルトを食べます。はいどうぞ。今日のランチは鶏肉とポテトとインゲン豆です。あ、食べね。あま、うん、2つ一気に食べたな。うん、ゆっくり。鶏肉にレモンかけてあげる。はい、はい、どうぞ。レモン酸っぱいな。うん、酸っぱい。今日のバレンチーノのご飯はブロッコリーとジャガイモのスープとカツとマッシュルームです。カツをブロッコリーのスープの中に入れて食べています。おいしい。
カツもマッシュルームも全部スープの中に入れつんだな。うん、ご飯も入れる。うん、全部入れた。うん、今日のバレンチーノの朝ごはんはブルーベリーとヨーグルトです。朝遅めに起きたのでもう今日はこれだけにします。うん、ブルーベリー3ついっぺんに食べれる。うん、すごいな。うん、おいしい。パンと白身魚のフライとグリーンピースです。お菓子はビスケットとトウモロコシのふかし菓子とみかんです。ママみかん剥いてあげるよ。ちょっと待って。ディナーはズッキーニとじゃがいものスープから始まって後でパスタ食べます。おいしい。最近は一人で食べたがるので前掛けとプレートの間にティッシュを置いて洋服にこぼれないようにしています。でメインはズッキーニのソースのパスタとベーコンです。おいしい。朝ごはんはオートミールとチアシードとヨーグルトです。おいしい。おいしいな。うん、ランチはブロッコリーのカルボナーラとチキンの焼いたものです。おいしい。おやつは梨とバナナです。おいしい。サーモンとクスクスのトマト煮のレトルト食品とアボカドのごま和えです。おいしい。おいしいな。うん、これがさっき食べたバレンチーノのレトルトのご飯です。Bon? 今日の朝ごはんはオートミールとバナナと牛乳です。今日のランチはブロッコリーのスープとこの後パスタを食べます。スープの後はカルボナーラとほうれん草です。おいしい。ベーコンだけ食べてるな。うん、ほうれん草も食べね。うん、おやつはキウイとバナナです。この後公園に行くのでビスケットとかも持って行きます。おいしい。キウイ酸っぱい。うん、夜ご飯は白身魚のムニエルと鶏肉と人参とマッシュルームの炊き込みご飯とブロッコリーです。おいしい。おいしいね。こんにちは。1週間分のバレンチーノの食事をビデオにしてみました。ちょっと長かったですが見てくれてありがとうございます。で、食事やおやつの他に朝昼晩と牛乳を約 200ml ぐらいあげています。で、その他バレンチーノがぐずったりするときはトウモロコシでできたおせんべいや果物のピュレ状になっているものやビスケットなどをあげています。この1週間は頑張って作った方ですが忙しい時はレトルトなども加えたりしています。で、綺麗に盛り付けて綺麗にビデオを撮りたかったのですがバレンチーノは自分の食事が作られているということが分かると足にまとわりついてきて早くご飯をくれと泣くのでテーブルにバレンチーノの食事を持って行ってカメラを撮りに行ってるともうぐちゃぐちゃに食べられたりしていました。日によってはぐちゃぐちゃに食べている時がありますがまあ1歳半なので今練習中ということなのでしょうがないかなと思っています。それではまた次のビデオです。